ご覧ください。キックオフです。3連勝目指して行くぞみんな。うん、今日も勝つよ。負けっぱなしで帰れるかよ。行くぜサンゴール。進行で持ち込めるか。なんというテクニック。そして落ちてくるボールをそのまま、うん、頼むよ。横に飛んだ。期待の新人が見事にゴールを奪いました。さすが君、右へパスを送る。石井君、パスを出します。鮮やかなジャンプ、止めてみろ。ジャンプ1番かわしたな。これで振り回したい。体ごとぶつかっていった。スライディングで止めた。サンゴール君、あっ、この僕でもこれで真っ逃げた。横飛びで抑えた。はあ、それそれ、このタックルは不発に終わります。チャンスが決まった。勝った。トリッキーなドリブル。ボールがタッチを割りました。全日本ここでスローインを得ました。パスを受けた。ムベンギ君、ここで止めた。いけ、ジャンプ1番かわした。急いだ。このスライディングで決まった。鋭いスライディング、ドリブルで突破。セクコ君、一発のスローでゴールを狙う。ジンジェイ君、おたけびを上げボールに立ち塞がった。松山で防いだ。チャンスが決まった。ジャロ君、飛んでかわした。ジャロ君、ここは抜かせません。奪い返した。はい、セネガル、慌てて守備に戻ります。松山君、スライディングでカット。ここはパスに切り替えた。ムベンギ君、スライディングでカット。かわして振り切った。マサオ君、ゴールを狙うも届かない。翼君、パスを回す。スライディングで止めた。セネガル、ここで仕掛けます。そのスピードはまさに旋風のようだ。セネガル、今回ギアを上げてきたぞ。ここから一気に攻めてみたいところ。ジャロ君、ここから打ってきた。よし、翼君、得意のヒールリットで抜いた。ムベング君、ボールを狙うも届かない。スライディングで止めた。シーズン、横にかわして突破。それ美咲くん、いけ。パスを出します。鮮やかなジャンプ。松山くん、ボールを狙う。ジトーくん、ここは抜かせません。ヒューガくん、ここはパスを出す。そのこともせず突き進む。ムベングくん、ボールダッシュ成功。横をすり抜けた。両者激しく激突。これは互角の勝負だ。空中での激突だ。わしの高さとパワー、トークとミルタイ、パスは通らない。チャージが決まった。怒りの発信だ。物ともせず突き進む。なんというテクニック。そして落ちてくるボールをそのまま消えていった。ロイヤル飛びで鋭く反応。大切に突き刺さった。鮮やかにゴール。やった。左へパス。それ。よし。これはドボー抜きだ。ドリブルでボールを運ぶ。石崎君、このスライディングが決まった。全日本、ここは全力のプレーで勝利を掴み取りに来た。サール君、タックルも決めた。左へパス。チャンスが決まった。キューだ。ここはパスを出した。敵陣へ攻め込んで、怒りの発信だ。ものともせず突き進む。さあ、ドラゴンショットだ。このシュートは乗っている。まさに決まった。よし、それは、それいけ。それ横をすり抜けた。これでかわして振り切った。この選手うまい。
ボールを運ぶ。止まるともせず突き進む。やったー発進だ。さあゴール前です。なんというテクニック。そして落ちてくるボールにそのままシュートを打った。真正面からシュートを受け止めた。時計は30分を過ぎました。前半アディショナルタイム突入です。ジャロ君、ジャロ君、ジャロ君、攻め込む。攻め込ませず突き進む。それ。ジャロ君、ゴールを狙う。アーメット君、これはキャッチできない。サール君。みんな。はい。今、僕の周りを囲んでパスの選択肢を増やしてほしいんだ。ファイ君、横に下がって、次々にかわしていく。このタックルは勝手に終わりの鋭いスライディング。ソーダ君、横にかわして突破。ディアラ君、ボールを奪うことができません。ものともせず突き進む。怒りの発進だ。クロスを上げた。ヒューガ君、クロスに合わせに行く。アーベット君、ゴール正面でこのシュートを迎え、パントキック、どこまで運べるか。マサオ君、ここで奪った。怒りの発進だ。このタックルは勝手に終わります。ゴールを狙う。そうか、ボールを持った。体ごとぶつかっていった。センタリングを合わせる。ボールはまだ生きている。ディアラ君、ここはパスを出した。これで全日本慌てて守備に戻ります。体が振り切った。これが本物だ。はい、これが本物だ。スライドでカット。全日本、ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りに来た。ジャンプ1番かわした。激しいタックル。ファイ君、ボールも狙うも届けない。シー君、スライディングでカット。セッカ君、パスを回す。右へパスを送る。体ごとぶつかっていった。シルドイスライディング。でかい。激しいタックル。それジャロ、マサオ君、ここで止めた。マサオ君、激しいタックル。ここにかわして突破。セネガル、ここで仕掛けます。そのスピードはまさに旋風のようだ。ジャロ君、乗り越えた。これは勝負だ。ジトー君、激しいタックル。サンゴール君、ボールは奪うことができません。モノトーが突き進む。怒りの発進だ。このタックルは不発に終わります。センターライトを越えて攻め込む。怒りの発進だ。モノトーに突き進む。荒ぶる竜がゴールを見つめ、このゴールに飛びつく。クライマー止められない。鮮やった。やっぱり行くよ。みんな、長いパスを打った。くそ、こいつら速すぎる。落ち着け。とにかくボールを奪うぞ。セネガルだ。これはみんな、くそ、大丈夫。それ、つば、これ。翼君、うまい。ボールはヒューガ君へ。ここでヒューガ君のシュートが火を吹くか。しかし、戻っ、ヒューガ、そうだ、ヒューガ君。何？
そうだ、俺もらった。なに、ソーダ君の頼むぜ。ソーダ君決める。サンゴ負けない。横に僕のテクニックが通じない。モノトロ突き進む。怒りの発信だ。どうだ、シーク。スライディングでカット。やったのとぶつかっていった。タックルも決めた。ゴール前に持ち込んだ。コアクロスは通るか。キューガ君、ここだ。ノリア。アーメット君、ボールはまだ生きている。こぼれ球をものにした。あっと、オフサイドを取られた。セネガル、ここからフリーキックです。いった、そこで、それ。はぁ、サール君、これは必殺のロングパス。しまった、なんてテクニックだ。ボールがタッチを割りました。スローインでのリスタート。セック君、ここはパスを出した。ボールがタッチを割りました。全日本、ここでスローを終えました。サンドール君、タックルを決めた。カロ君、飛んでかわした。スライディングで取れた。ここでパスカット。イッサ君、ここで奪った。またとぶつかっていった。全日本、ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りに来た。ルベン君、スライディングでカット。いよいよ後半アディショナルタイム。両チーム最後の力を振り絞って始めます。かわして振り切った。若林君、ゴールを割らせません。絶妙なインターセプト。ダブルで突破。ジゾー君、ボールを奪うことができません。ゴールラインをセネガル、コーナーからどう狙ってくるか。サンゴール君、蹴り入れます。翼君、このパスをカットします。ファイ君、豪快にシュート。止めた。さす全日本、この試合に勝利。